はい、こういうタイトルで、タンパク質構造データバンクの使い方というタイトルで、これから1時間お話をしたいと思います。今からする話、どういった話かといいますと、どういう、まあ、データベースの講習会なんで、どういうデータの話かといいますと、まあ、こんなタンパク質などの、生体分子の立体構造のデータが入っているデータベースの話をします。で、私鈴木博文ですけども、まあまあ、こういう人が今からしゃべるよっていう自己紹介なんですが、僕、はい、電子顕微鏡を使った研究をバックグラウンドとしてしてまして、あの生体分子の立体構造の研究をしてまして、この秋まで2018年9月まで阪大タンパク研で PDBJ の開発スタッフとして働いていました。で今はまあいろいろあって早稲田大学にお世話になってるんですけども、今でもそのバイオインフォマティクスとかデータベースの仕事をしているっていうことと、この AJAX 講習会オールインワンの講習会に何回か呼んでいただいて喋らせていただいた経緯もあったので、あと今回その PDBJ みんな大阪にいるんですが、会場が東京なので僕が近所なので来たということで、僕が喋ることになりました。で、この、僕の話で次皆さんこういう方かなという話なんですが、この講習で想定している聴衆は、構造生物学とかですね、バイオインフォマティクスとかあまり専門でない方、ちょっとしかやったことがない方ということにしています。アンケートで数名の方が専門家っていうふうに書いておられたんですけども、そういう方はすいません、あまり役に立たない話になってしまうかもしれないです。であと、まあ皆さんコンピューターは利用した研究はしてますよねということで、これにもそぐわない方はごめんなさい。で、この講習の方針ですけども、そもそもですね、 PDB というデータは、まあ詳しく後でしゃべりますけども、ちょっとこう難しいマニアックな面がありまして、独特な用語体系だとか理論体系だとかあって、そのまあ非専門家がいきなり研究利用するには難しいという側面もありの、でもある意味そのデータでちょっと遊んでみるとかですね、教育に使ってみるとか、アートとしてタンパク質の立体構造の絵を描くとかね、非常に簡単にできますので、そういう面もあるということ。なのでその基礎から順番に下から積み上げていくような講習はその眠くなっちゃいますし、役立てるの難しいんですが、その断片的な話とかよもやま話的って僕よくそういう言葉使うんですが、そういう話、そういうふうにしてたら、皆さんにも役に立つんじゃないかなと。あと、まあそういう話聞いておくと、別に PDB 以外のデータベース使う時にも、あ、こういう人たちがやってるんだなというのが、なんとなく空気が読めるようになるのかなと思って、そういう方向に行きたいと思っています。というわけでちょっと前置き長くなりましたけども、そうですね、あと話の流れですけども、まあ普通ならその PDB というのはどういうデータなのかというのをきちんと説明してから、実際のウェブサイトを見ていただくことになると思うんですけども、午後1ですし皆さん眠い方も多いかと思いますので、いきなり、なるべく早く立体構造をぐるぐる回るのを見ようという、そういう発想でいきたいと思います。まずは PDBJ のウェブサイトの紹介をしたいと思います。はい、私たち PDBJ という組織なんですけど、 PDBJ のウェブサイトはこんな感じです。でここにたどり着くのはですね、皆さんもし今スマホとかタブレットとかお持ちで興味ありましたら、ぜひ開いてみてください。 PDBJ と、検索すればすぐヒットしますし、 URL 簡単です。 pdbj.org ですね。これが PDBJ のウェブサイトです。で、左側にメニューがあります。まあ、上にそうですね、大きな箱が、検索ボックスがあるって、まあこういうのがデータベースだなっていう見た目だと思います。ここになんかとりあえず思った言葉を突っ込んでみてくださいという、そういう感じですね。で、まず左側から説明していきますと、左側にメインメニューがありまして、いろんなツールだとかドキュメントに対するリンクになっているんですが、このページですね、このウェブサイト、今画面全体で表示してるんで左のメニュー出てるんですが、ちょっと小さくするとですね、左のメニューが消えてしまいます。でスマートフォンで見たりするともっと狭いので、右側のこっち側のパネルも消えるんですが、
でも情報は下にあったり、あるいはメニューの場合はですね、ここをクリックするとメニューっていう、あのこれ業界用語でハンバーガーメニューっていうんですけど、線が3つあるのはメニューのアイコンなので、こうクリックするとメニュー出せます。で、まあここにいろんなツールとかドキュメントへのリンクがあります。で、上から順番に見ていきますが、まあ、あの最初はこういうサイトですよっていう説明ですね。で、見といてほしいのが、初めての利用者のためのガイドっていうのが上の方にあるので、まあ、皆さん初めての方多いと思います。で、まあ、あの目を通していただけたらと思いますが、PDBJ、 さっきも言いましたけど PDB というデータベース、割とこう専門家向けな感じなので、例えばその高校の先生が教育になんか使えるものないかなとか探しに来ることも多いんですが、その PDBJ 入門というリンク集を作ってます。ここでですね、立体構造で遊んでみるとか、最近流行りの VR、 これあれですね、スマートフォンにこうくっつけて、500円ぐらいから買えるようなこういう側をくっつけると VR で遊べるっていうんですけども、こういうのをその、子ども向けのイベントで僕らも使ったりしています。あるいはその赤青メガネで立体構造見るとかですね、これ開いてみたり、でもうすぐに行きます。これワールド1っていうのを押すと、これ今パソコンで開いちゃってるんで VR やれないですけども、スマートフォンで見ると動いてますね。これが、右目用左目用の画面に切り替わって、遊んだりできます。なのでなんかこう教育のイベントとかで、皆さんも先生の方多いと思いますので、こういうのを使っていただけたらと思います。あるいはそうですね、これよろずみプライムっていうのが僕が作ってるサービスですが、これも立体構造を見て、これスマートフォンとかで遊ぶような風に作ってあるんですが、こう指でくるくる回したりとか、赤青メガネで立体視にするとか、そんなことが してできますという、まあそんな、一般向けのリンク集ですね。あと、はい、対話型チュートリアルっていうのもその初めての方向けで作ってまして、これすごい凝ったサービスなんですが、ちょっとコンテンツが少ないんですが、なんかこうは始めると、あのこの画面を使いながら、画面の言うことを聞いていくと、いつの間にかこの PDBJ のサイトが使えるようになるという、こういろんなコースが出てきまして、ここクリックしてねとか、今左側が光ってるんですけども、そういうものもあります。で、まあそういう、非専門家の方の向けの、あこれ戻らなくなっちゃった、まあいいか。で、サービスが、私たちすごいいろんなサービスを出してまして、サービスを探すためのサービスというのがあります。それがこれですね、キーワードでとか、キーワードで検索したりとか、あるいはこの辺クリックすると、なんか例えば検索という検索に関わるサービスっていうのはこんなたくさんありますよっていうのが、ちょっとごめんなさい、マウスがうまく扱えてない。サービスを探したりできますということで、ちょっとまだ全然説明せずにいろんなものがありますって言っても無責任なんですが、まあここで探すことができますということで、はい、これが先ほど説明した PDBJ 入門ですね。で、そのちょっと話ごめんなさい前後しちゃいますけども、PDBJ の、やってるサービスで一番人気というか、専門外の方にも人気なサービスで、今月の分子っていうのがあって、これがまあ一番人気みたいな、ここですね、ここにもありますが、これ、アメリカで PDB の運営をしているスタッフの一人の、デイビッド・グッドセルという先生がいまして、この人はアーティストでありサイエンティストでもある人なんですが、この人が右側の絵も、これデイビッド・グッドセルさんが、特殊な方法で作っている画像でして、下の方にもありますが、あとこれの説明文を書いてるんですね。それを PDBJ の、スタッフ工藤さんが日本語に訳している、そういう
サイトです。これ名前の通り今月の分子、これが今月の分子なんですけども、また毎月、月ごとにどんどんその時の話題に応じた、なんかノーベル賞がタンパク質に関係するところで受賞されるとそういうテーマになったりとかですね、その月にあった、テーマに沿った、説明文が毎月どんどんアップされるというそういうサービスです。こっちか、はい。で、まずはまあ大きな PDB のちょっとトップページ、トップに戻ります。左の点滅が消えないな、これどうしたらいいんだ、一回閉じるか、で、ここから検索の、説明していきますけども、まあ大きな検索の箱があるんで、まあここ使えよっていう話ですね。で、タンパク質といえば、皆さん何を思い浮かべますかね。僕は肉を思い浮かべるので、例えば肉って書きますが、肉って書くとちゃんと、ヒットします。これ、一応PDB というデータベースは全部英語なんですが、日本語で検索語を入れた時はですね、そのちょっとツールがあって裏で、英語にしてみて、それでデータベースを検索するという仕組みになってまして、なんかヒットします。で今、これまだエンターを押してなくて検索している最中なんですが、こういう、ドキュメントに、さっきのこれ今月の分子にヒットしたりしてますが、まあエンターって押すと、肉に関するですね、これはミオグロビンとかそういうのデータがヒットしたり、まあ、他のデータベース、関連するデータの、ヒットもこのように表示されたりしますね。で、詳細検索というのもあります。というのが、ちょっとなんていうか、キーワードだけじゃ心もとないという方もいるかもしれないんで、詳細検索というのを開きますと、すごいいろんな条件がありまして、まあ、デフォルトで画面に表示されているのはこれだけなんですが、右側にあるのを全部これだけの検索条件を、出したり隠したりしながらですね、自分の検索したい、例えば何しよう、パッと、ポリマーの数、ポリマーサの数、何本以上、例えば2本以上、3本以下のデータを探したいとかいうときは、こうやって探したりできるわけですね。で、さらに高度な検索というのが、もう検索サービスだけですごいたくさんありまして、そうですね、ここで、PDBJ マインという言葉が出てきてるんですが、ちょっといろいろこれからどんどんいろんな言葉出てきて混乱させてしまうと思うんですが、ごめんなさい。PDBJ の検索エンジンの、いろんな検索エンジンを出してるんですが、その総称だと思ってください。で、PDBJ マインの中で、例えば XPath Search っていうのがあったり、これはその XML 構造に基づいた、データを PDB で公開してるんで、それをそのまま XPath という文法で探すことができるという話ですね。で、その下の SIF クエリサービスっていうのは、これも話すと長くなってしまうんですが、PDB の公式なデータは、リレーショナルモデル、関係モデルというのに基づいたデータになって、テーブルっぽいのに入ってるんで、それに基づいた、X クエリじゃないですけども、クエリっぽい、文法で探すことができるという。サービスです。で、最後の SQL 検索っていうのは本当にもうリレーショナルデータベースの書式に従った、文法を投げると見つけることができると。で、多分こういう SQL でできるよって言われても、どういう SQL 書いたらいいのか普通わからないと思うんですけども、例文だとかその 文を組み立てるためのツールとかも、あるんで、そのマニアックなことをしたい方は、行ってみてください。で、検索結果ですね。検索結果、まあこんなふうにいろんなデータがバーッと出てきます。これはまあ本当にいわゆる検索結果で、 Google の検索結果とか、
ツイッターの検索結果とかそういうのと同じように見ていただければいいんですが、ここ上にタブがありまして、さっきも少し言ったんですが、PDB の立体構造のデータだけじゃなくて化合物とかもあります。これはたまたま今ヒットしないんですが、例えば、シュガーとか打つと化合物1件ヒットしますね。こういう、これは立体構造、どっかの立体構造に含まれている、シュガーがヒットした。もっとヒットすると思ったんですが1個しかヒットしませんでしたね。まあそんなデータです。で、PDB のメインのデータベースのエントリーのページですね。3CA ってやってるのかな、この例では 3CA03VAU か 3VAU ミオグロビンの、このエントリーのデータというのは例えばこんな感じです。で、1個のエントリーに対してものすごくいろんな情報が入ってるんですが、とても画面に表示しきれないので小出しになってますね。で、一番最初に開くところはこの概要タブの中なんですけども、ここにタブが、上にタブがありまして、構造情報だとか、実験情報だとか、そういったタブがあります。これはこういう実験条件で、立体構造が解析されたとか、そういうことが詳細に、実はそのもっと詳しい情報が PDB の生データの中にあるんですが、それをかいつまんで、主要の部分だけ取り出して表示しているという情報です。で、ここから、機能の情報と相動性の情報もここから探すことができます。はい、これはアミノ酸配列の相動性の情報ですね。で、次、構造ビューアーの使い方というところに移りたいと思うんですが、ちょっと思ったよりも遅れてる。で、個別ページのところからいよいよその3次元を見るところに行きたいんですが、もう右側に絵が出てますね。こんな絵が出てます。これクリックするともうすぐ来ます。立体構造を見るのは簡単です。もう探し出したらクリックするだけで、で、このこれはぐるぐる回して遊べます。表示も簡単にマウスで、例えばボール表示にしたり、ワイヤーフレームにしたりできますし、色も、よく使うのは大体できるようになってます。で、もっとさらに詳しい操作も、これこのメインメニューで、こういうのを探求していく方が好きな方はどんどんいろんなことできるようになると思います。はい、というのが、この、構造ビューアーはですね、 PDBJ の開発している PDBJ にいる、オランダ人ですね、ベッカー君というオランダ人が作っている、立体構造ビューアーなんですが、これは、ウェブブラウザ上で動く、で、 JavaScript と WebGL という技術を使っているので、これそのままスマートフォンの上でも動きます。で、パソコンの場合はマウスでこうドラッグっていうか、こう、まあ、ボタンを押しながらぐるぐる動かしたり、ホイール回転、真ん中のコロコロっていうのを回すと近づいたり遠ざかったりすると。で、スマートフォンの場合はタッチ操作ですね。フリック、ピンチとかいう、つまんだりすると遠ざかったり近づいたりするということで、これ子どもでも遊べる、そんなビューアーです。で、はい、先ほども言いましたね、メニュー操作とかコマンドラインインターフェースがあります。で、右の画面にですね、このデータは1個しか構造の絵が出てないんですが、PDB のデータを扱う上で、その 最初にマニアックなデータだって言ったんですけども、ぜひその覚えておいていただきたいこと、非常に難しいんですが覚えていただきたいことがありまして、勘違いしやすいことですね。例えばあるデータ、とあるデータを開くと右側に2個の絵が来ます。で、こっち側は、上の方は、こんな絵ですけども、それが4つ合わさったようなのも登録されています。
こんな形ですね。で、これの説明をしとかないと多くの方が勘違いしていることなんですけども、PDB のデータ実は結構ややこしくてですね、PDB に登録されている構造データっていうのは、非対称単位という、これですね、非対称単位というものになっていることが多いです。っていうのは、その PDB のデータはほとんど結晶構造なんですね。9割型結晶構造です。なので、データとしてはその結晶全体の、全体っていうのは、その結晶っていうのは無限に続くというふうに数学の中ではコンピューターの中では考えられてるんで、その無限に続く構造を登録するわけにはいかないし、それを計算するわけにもいかないんで、その最小単位を、続いている最小単位を登録するという、まあ、そんなルールになってるんですが、そういう解析を皆さんしてるんですが、その最小単位を取ってきますと、まあ、これはだから数学的な最小の単位ですね、計算に使った最小の単位です。で、一方、多分そのデータを利用する方が欲しいのは、そんな数学の話じゃなくて、水の中で実際にどういう単位でいるのか、モノマーでいるのか、ダイマーでいるのかとか、そういうことだと思うので、その計算に使った単位とは別に、生物学的なバッファーの中で、あるいは生態組織内で働いているだろうと思われているような単位ですね。それはその結晶の繰り返しとは全然関係ない単位、結晶の繰り返しよりも小さいかもしれないですし、あるいは大きいかもしれない、全然その結晶とは関係のない、結晶の格子とは関係ない場所かもしれない、そういうのも含まれています。で、先ほどのこのデータの、この構造データの場合は、非対称単位がこれが分子1本、このタンパク質1個だけなんですけども、生物学的にはこれが4両体を作って働いているだろうと考えられているので、こういうふうに両方の構造が登録されています。で、もうちょっとその凝ったことをしたいとかですね、立体構造をどうやったら見ることができるのっていうことをよく聞かれるんで、他の構造ビューはPDBJ の仕事ではないんですが、まあ、世間話として、紹介しますと、多分一番よく使われているのは今 PyMOL というソフトウェアです。で、オープンソースですが、完全版のバイナリが、優勝でだったりして、ちょっとこう知らないと使いにくいような今公開状況になっています。まあ、実際には手に入るんですが、そのソースが公開されているので、頑張ると見つけてくることができるんですが、ちょっとややこしい状況になっているソフトウェアです。で、そうですね、高度な操作するのにスクリプトが必要だったりして、誰かすぐそばに知っている人がいると使い始めるのは簡単ですが、ちょっと難しいかなと、初心者がいきなり使うのは難しいと思います。で、一方ですね、 UCSF キメラという文字通り UCSF の人たちが作っている構造ビュアがありまして、まあ、こちらは僕個人的にはこちらおすすめです。で、これはですね、ソースは非公開なんですけども、非営利利用、お金儲けに使わないのであれば自由に使うことができるということで、各種 OS をインストーラーが、もうこれをダウンロードして入れるだけというファイルがね、公開されています。で、GUI が非常によくできてて、ドキュメントもしっかり作ってあるので、使い始めるのは簡単だと思います。ちょっとここで、デモをしたいと思って今立ち上げてるんですが、これが UCSF キメラですね。で、ファイルメニューにフェッチバイ ID っていうのがあるんで、いきなりもうこのソフトの中で PDB のデータベースからデータをダウンロードすることができます。 3CL0 とかここに、まあ、他のいろんなデータベースからデータ持ってこれるんですが、 3CL0 って入れるとさっきのこれがもうすぐ表示されます。今これ今僕のディスクの中に入ってたんで一瞬できましたが、まあ数秒かかると思ってください。で、多分皆さん知りたいのはアミノ酸配列の話だと思うので、例えばそっちの紹介します。ツールズにシークエンスがありますので、シークエンスビューアを開くとこうなん出まして、
これすごい、これだけで1個のソフトになるぐらいの高機能なシークエンスビューアーなんですが、構造ビューアーと連携してます。ここで、文字列選ぶとシークエンスビュー、構造、立体構造の中で部分選択されます。ここですよって教えてくれます。で、逆に構造ビューアーの中で、ポンってクリックするとシークエンスビューアーの中で、ここが光ってますね、教えてくれます。で、さらにここにですね、配列、自分の持ってる配列足して、アライメントをしたりとかできますので、ミューテーションの位置もここで調べて、ちょっと変な触っちゃった、ここでアライメントを見て、でその立体構造が実際にどこなのっていうのを、もう簡単なマウス操作だけでできますんで、おすすめです。これがキメラです。はい。で、以前ですね、講習会、こういった講習会で、合同の講習会とか PTBJ だけの講習会とかでよくキメラの使い方っていうのをやってまして、実際にこの建物で僕もキメラの使い方やったことがあるので、ぜひ過去の講習会とか当たってみてください。と、もう一個ですね、多分皆さん絵描く、立体構造の絵描くときに、まあアートとして絵を描くことが多いと思うんですよね。で、僕も本の表紙作ってくれないかって言われたことがありまして、この本の表紙キュートモルというソフトで、ソフトウェアで作りました。ちょっとそれの紹介もちょっとしたいと思いますが、キュートモル、これもフリーのソフトウェアです。で、すごい低機能で、綺麗な絵を描くためだけにあるソフトなんですが、その綺麗な絵がすごい簡単に描けるということで、これですね、ダウンロードした PDB 形式のファイルをポンと置くと、もうこんな綺麗な絵が出てきて、この辺のボタンを押すだけですね。リアリスティックとか、もう簡単にできます。なんか他にもこの辺のタブをいじくると、綺麗な色にしたりすることができますということで、もうそのサイエンティフィックなことは何もできないんですが、アーティスティックなことはすごいこう簡単にできてしまうという、なんかこう冊子の表紙の挿絵にしたりとか、なんかそんな時にはすごい便利なソフトだと思います。はい。で、絵を描いたとかそういう時にどうしたらいいの、どういう権利で使ったらいいのっていうことなんですけども、よく聞かれるというか、まあこれ大事なことなので説明しておきますと、PDB のデータはパブリックドメインです。フリーです。人類の財産です。なので何をどう使っても誰も文句言わないんですが、これ権利の話ですが、そこからの派生物ですね、画像など、例えば PDBJ の、私たち PDBJ が公開している画像というのは、またそのちょっと違うライセンスになっていますので、ぜひ確認して、それぞれのサイトを確認してください。 PDBJ はそのあれですね、CC で、クリエイティブコモンズで公開してますが、まあそんな、まあ予想もそう、大体そんな感じなんですが、確認するようにしてください。それが権利の話です。で、まあその科学文脈での論文を書くときとかですね、そういうときはその、まあそれも説明あるんですが、さっきのページに説明あるんですが、例えば PDB 使う場合は、やっぱりそのサイエンティフィックに何か語るときは出典を書きましょうということで PDBID を書きましょうということになっています。あとソフトウェアのライセンスも注意するべきです。ソフトウェアによってはこの文献を引用してくださいとかいうことも書いてありますし、場合によっては義務だったりするかもしれない。ちょっと今僕もフォローしきれてないんですが、キメラの場合はお願いが、この論文を引用してねっていうお願いがありますし、まあ、その辺も注意して絵を描くようにしてください。で、ここでやっと PDB をっていうのはそもそもどんなデータっていう話に移ります。で、ちょっと前置きとしてですね、いつも僕が使う持ちネタで PDB の説明をするときにする前置きで、PDB っていうのは2つの側面がありますよっていう話から始めるようにしてまして、PDB っていうのは世界でたった1つのデータベースです。非常に厳密に隠されてまして、厳格に管理されている、そういう側面があります。で、一方で PDB っていうのは世界にたくさんあるデータベースでもあります。誰でも簡単に手に入れることができまして、
好き勝手に使ってよくて、勝手に公開していいという、そういう側面もありますということで、どういうことなんだというのを、どういうことなんだろうと思いながら聞いていただけるとありがたいんですが、もうちょっと今日は、なんていうんだ、もうちょっと頭に置いといてほしいこととして、用語っていうのは難しい、言葉って難しいよねっていう話を、例えば Gmail の例ですけども、いろんなものに Gmail っていう名前がついちゃってます。例えば Gmail、 皆さん Gmail お使いだと思うんですけども、Gmail というサービスがあって、で、スマートフォンのアプリとかも Gmail という名前がついてます。で、それ、その外の人には便利なんで、あまり関係者じゃない人には便利な話ですよね。いちいち別の名前がついてると面倒くさいんですが、覚えやすかったりするので便利なんですが、ちょっとこう込み入った話をしようとした時に混乱を招きますよねということで、これ例えばなんですけども、マイクロソフトのメールソフト Outlook っていうのがあるんですが、あれでも、Gmail の内容を読めるんですね。で、逆にそのマイクロソフトのやっているその Office365 とかその辺の Outlook のサービスでを Gmail アプリで見ることもできるという、これここだけ言うと Gmail で Outlook も使える、 Outlook で Gmail も使えるって何の話してるんだかさっぱりわからない話になって、こう名詞が分かれてないからかえって分かりにくくなるということで、これ吉悪しなんですよね。命名ってなかなか難しいんですが、それが例えば PDB の中でもいろんなものに PDB っていうのに名前がついてたりしてややこしいですよっていうのと、逆に名前いろいろ分けすぎてややこしくなってる部分もあるということをちょっと覚悟してくださいという話です。例えばPDB のメインデータベースアーカイブ PDB という名前で公開しています。で、それを運営している組織も PDB というのがついている、覚えにくいと思うんですが、まあそんな組織でやっています。で、サービスの名前も、外から見ると PDB ですし、あと一つですね、今流通している立体構造のファイルほとんどが PDB という形式です。まあそんな感じでいろんなものを PDB と呼んでいます。ちょっとファイル形式についてまた後で細かい話をしたいと思います。で、もう一つ、その前置きすごい長くて申し訳ないんですが、データベースという言葉も割とややこしいよねという話です。で、ちょっと時間足りなくなってくるんでちょっと飛ばしますが、いろんなデータベースという言葉、いろんなものを表したりしますし、データバンクっていう言葉もありますよねっていうことで、辞書的にはデータバンクってもうちょっと違う話になったりするんですが、この業界ではですね、外からの登録で成り立っているようなデータベース運営のことが、まあ、データバンクって言ったりすることが多いかなと思います。で、 PDB もデータバンクです。 PDB の B はバンクですね。あと、そのデータベースっていうのは辞書的には整理されたデータの集まり、検索とかできるようにしたデータの集まりをデータベースって言っているので、単なるファイルの集まりはデータアーカイブと言ったりします。で、 PDB が実際に僕らが、公式に、公開しているデータは実はデータベースではなくてデータアーカイブだったりします。で、さらにですね、そのややこしいのが一次データベース、派生データベースだったり、まあそのいろんなデータベースを組み合わせた統合データベースだとか、データベースのデータベースでメタデータベースとかいうのがあったりして、出どころが分かりにくかったりすることもあります。例えばジェンバンクとかパブメドとかで有名な NCBI のサイトですね、いろんなデータベースが入っています。で、その NCBI のごめんなさい、 NCBI のサイトの名前、なんか本当は名前ついてるのか分からないですけど、皆さん NCBI と呼んでるんじゃないかと思うんですが、そこにはストラクチャーというデータベースがありまして、これ実は PDB の派生なんですね。まあ、そんな関係でいろいろなことがいろいろな人たちによって便利になってるんですけども、ちょっと全貌がかえって分かりにくいという状況になっています。で、やっと PDB とは何かという説明を始めるんですが、もう Wikipedia 見ていただいたら全部ちゃんと書いてあります。で、読んでくださいというのが酷なので、まあかいつまみますと、英語ではプロテインデータバンク、日本語で私たちはタンパク質構造データバンク、英語にはない構造という単語を足してます。で、ウィキペディアによると生物学的構造データの中心的なって言ってくれてますね、中心的なデータベースです。で、よく勘違いされることなんですが、プロテインデータバンクっていう名前
なんですが、実はタンパク質の情報を網羅的に集めたものではありません。しかも、タンパク質だけではなくて、核酸だとか糖酸などの、生体分子の、しかも立体構造だけのデータベースです。でしかも実験により観測された立体構造しか扱ってません。なので、同じタンパク質でも全く同じ複合体でも、実験が別の実験がから出たデータは別のエントリーとして登録されています。だから同じタンパク質の同じ由来の同じタンパク質のデータがいっぱい入っています。で、あと最近だと構造予測とかいろんな人がしてるんですけれども、そういうデータを一切受け入れてなくて、一切というかその構造予測のみ、理論のみから による構造モデルも受け入れてないです。で、これもウィキペディアに書いてあることですけれども、 PDB の歴史として1971年に始まってますということで、その時はまあインターネットとかデータベースとかいった概念のものはまだ黎明期ですね。で、1998年に、同じ米国ですけども RCSB という、構造なんて訳すんでしたっけ、 RCSB というところに移管されてまして、ラトガス大学にある構造生物学研究センターに移管されてまして、その後ですね、そのあちこちこの大事なデータベースがあっち行ったりこっち行ったりするのは良くないんじゃないかということで、国際組織にしようということで2003年に日米欧で WWPDB、ワールドワイド PDB というのが設立されています。ということで、このデータベースですね、運営組織の移管を経ています。それに、それぞれの部局の、それぞれ あのボスが入れ替わってもちゃんと運営できるよということも立証されてますし、はい、そういう歴史のあるデータベースです。PDB のデータは、世界中の研究者から集めています。後でちょっと言いますが、PDB の登録はその立体構造を解析する研究者にとっては事実上義務です。で、その登録されたデータを、受け付けて検証して品質管理をするというのは、その各、サイトにいる、アノテーターがですね、1000人のアノテーターが、共通のルールで、共通のトレーニングを受けた、専門のアノテーターが、処理をしまして、世界で共通のデータアーカイブにしています。で、そうして集められたデータは、公開日までですね、この日に公開するっていうデータはそれぞれ決まってるんですけど、その日までは、厳密に厳重に管理してます。PDB のアノテーターの部屋はすごい厳重な、セキュリティシステムで、PDB のボスも簡単に入れないようになってる、そういう厳重なネットワークも、特別なネットワークを結んでる厳重な場所でやっています。それは競争が激しいということで、それで守っているということです。で、先ほどほぼ義務だって言ったんですけども、これネイチャーの例ですね。ネイチャー誌ではその立体構造を扱った論文を投稿するのに PDB に登録しないといけないということが明示してあります。もう他のデータベースじゃダメだよということが名指しで書いてあります。で、下にいくつかあるんですが、これもちょっと種類の違う立体構造データで BMRB とか EMDB とかあるんですが、この2つのデータベースも WWPDB が扱っているデータベースです。で、そう言われるとその PDB ってすごい権利を握っているように思われるかもしれないんですが、 PDB にはその諮問委員会というのが、アドバイザリーコミティというのがありまして、これ毎年、順繰りで各サイトで順番に行っている、諮問委員会がありまして、関連するジャンルの専門家が集まって、こういうふうにやりましょうねって、ここで決まったことに関し、従ってPDB を運営されています。で、一方データの公開なんですが、毎週水曜日にですね、その週に公開していいことになったデータが、公開されます。毎週水曜日の、世界標準時0時ですね、日本では朝の9時になります。ここで一斉に公開されまして、3210ハイ公開ということで公開されまして、こう一旦公開されたデータはパブリックドメインです。誰がどのように使っても文句言わないです。
公開されるデータというのは世界共通のデータアーカイブですね、ファイルがたくさんあるだけのものです。で、各拠点でそのデータたくさんあっても普通の人は使いにくいので、先ほどあの PDBJ のサイトの説明をしたんですけども、各拠点そういう独自のツール作ってまして、そういう独自のサービスを通じてそのデータを公開しておりますというのが流れです。なのでちょっとこれ絵にまとめてみましたが、研究者が登録したデータを、今他のデータベースも混ぜて書いちゃってるんですが、まず集めると。でここでその共通の1個のデータベースにして、公式アーカイブを公開すること、ここまでが、WWPDB の、公式な仕事です。で下の検索サービスだとか立体構造の表示だとかいうのは各拠点あるいは第三者が、これ誰でも自由にやれることなんですけども、やってますというのが、私たち PDBJ として活動していることはこっちに当たりますということです。というわけで2つの側面という話しましたけども、なんとなく分かっていただけたんじゃないかと思います。たった一つっていうのは共通のデータアーカイブを作っているということで、公開するその時までは競争が激しいですので隠しています。で一方一旦公開されるともうフリーの誰がどういうふうに使ってもいいし、二次データベースもたくさんありますし、そういうデータになっていますという話ですね。で、あとまあ時間のある限りデータフォーマットマニアックな話に入っていこうと思うんですが、はいごめんなさい、先ほどのですね、PDB の PDBJ のページにですね、上にこれ 3CL0 っていう構造データのエントリーのページなんですが、これあそうか説明せずにいきなり出してましたね。これノイラミダロイラミニダーゼ、インフルエンザウイルスのノイラミニダーゼですね。 N1 なんとか N1 まあ の N のノイラミニダーゼですね。でそれにちょっと変異が入ってるやつですけども、それにタミフルがひっついてる構造データですが、まあ特に今日はタミフルの話しないんですが、で、このデータ欲しいと思った時にダウンロードというタブがあります。でここに、すごいいろいろな種類のファイルがあって、しかもいろいろ圧縮してないファイルとか、圧縮して早くダウンロードできるように、圧縮してなくてそのまま見れるようにとか、あと画面に表示したりもできるようになファイル、そういうサービスとしてやってます。で、ファイル形式の説明はここですね、クリックすると出てきます。ドキュメントちゃんと頑張って書いてますが、これは英語のそうかですね。なのでまあ今日はあんまり細かい話してると皆さん寝てしまいますのでしないですが、いろんな形式があるということと、まあこうやってダウンロードしたり、あるいは画面に表示したりですね、できます。で、画面表示もですね、ちょっと凝った表示をトゥリービューっていうので、こう折りたたみながら一部分を表示したりもできまして、そういうサービスもやってます。で、多くの種類があるというのと、説明こうなっているというのと、ブラウザー内で表示もできますということですね。で、一個一個形式説明していくと、長くなっちゃうんですが、これだけは説明しなきゃなっていうので、PDB 形式っていうのはまず、そのデータベースの名前そのものを関している形式なんですが、ここから、説明していこうと思います。これに限らずほとんどの形式はテキスト形式でして、PDB 形式の場合行区切りのデータですね。で、文字数で情報内容定義とか、まあそんな話です。これ名前 PDB なんですが、実は今もう公式フォーマットではないです。で段階的にその公開データとして利用するのを廃止していく予定です。これからも多分その研究者の間では、まだどんどんその PDB 形式とかしか受け付けないソフトウェアもたくさんありますので、なかなか廃れることはないと思うんですが、PDB が公式に WWPDB が公式に、配布するデータではなくなっていきます。でこのデータの利点はいろいろソフトウェアが対応しているというのもありますが、あまり
全部何でもかんでも書き込んでないのでコンパクトであるっていうのと、まあ、プログラム組む人には読み込みやすい、そんなデータです。まあ、不完全な情報というわけですね。で、PDB のデータはこんな感じです。行の線とですね、もう行が1個のデータ、この行が1個のデータになります。で、行の線とにその行に何が書いてあるということが定義されてまして、ファイルの前の方はヘッダーって僕らは呼んでるんですけど、リマークっていうような、まあ、コメントが書いてあるわけですね。コメントとして、だからもう原始座標以外のことはほとんどコメント扱いなんですが、そういうふうに書いてあります。で、ファイルの大半を占めるのはもうそのアトムっていうこういった行でして、その原子の一個一個の原子、その PDB に、原子が1万個入ったら1万の行がこういうふうにずらっと続く、そういうファイル形式です。で、左の方はその原子の ID、 原子の順番ですね。それとその残機の中でどういう位置を占める原子かとか、残機名とか原子の種類ですねとか、そんな話かな。で、 XYZ 座標が書かれていまして、これはその本当に XYZ ですねとか、そんなことが書いてある、そういう形式です。で、じゃあその PDB の公式のフォーマットは何なのって言われると、その答えは PDBX という、 PDBX スラッシュ MMSHIF という、形式になっています。で、これも実はこのフォーマットも結構古くからあるフォーマットでして、まあ、以前は単に MMSHIF と呼ばれていました。で、この形式もテキスト形式なんですが、ちょっとこれ説明するのすごいややこしくて、多分理解なかなかしていただけないかもしれないんですが、まずテキスト形式です、これは。で、スターという、とある形式で書いてあります。で、それをベースにした、SHIF という形式があって、それをさらに拡張したものです。で、スターというのは、まあ、セルフディファイニングテクストアーカイブ&リトリーバルですね。まあ、そんなのの略なんですが、まあ、一つのテキストファイルに、まあ、ざくっと説明しますと、一つのテキストファイルにたくさんの表を入れることができるような、そういう表形式のデータに向いている、テキストの記述方法です。で、実際にはですね、このスターって、まあ、あんまり SHIF 以外に使われてないというか、まあ、そんな感じの、フォーマットです。で、今実際に使われているあの PDB の各々のエントリーですね、大体60個とかのテーブルが入っています。SHIF 形式に従って入っています。で、SHIF 形式っていうのは、クリスタログラフィックインフォメーションファイルということで、結晶学の、小分子の結晶学の人たちが作っているファイルですね。で、最初に MM っていう接頭語がついているので、これはその小分子のでは書ききれないようなこと、マクロモレキュール、巨大分子のために拡張した、フォーマットなので、MMSHIF というふうに呼んでいます。タンパク質とか大きい分子ですね。マクロってタンパク質とかのことですよね。で、これがその MMSHIF っていうのが、PDB の現在の公式フォーマットで、すでに多くのソフトウェア対応済みなんですが、まあ、先ほどのキュートモールっていうソフトウェアを紹介したんですが、あれでは読んでくれないです。で、もうちょっと説明します 、この情報は関係モデル、リレーショナルモデルというのに従っているというふうに説明すると、何割のかの方はと分かってくれると思うんですけども、そういうふうに情報を格納しています。で、情報の関係が非常に複雑なんですが、それをまあ厳密に、ある程度厳密に記述することができるという利点がありまして、PDB として公開している情報を、まあ、ほぼ完全にというか、これに書かれていることが、完全な PDB データということです。で、スターという形式、欠点ですけども、スターという形式が普及しているものではないので、パーサーを自分で書きたい、なんかこうインフォマティクス自分でやりたい人はですね、いちいちプログラム作らなきゃいけないわけですね。で、非常に面倒なっていうのが大きな欠点です。で、はい、まあ、ライブラリとかそれなりに整備はされてるんですけども、その例えば XML とか JSON みたいなのは
普及してないです。で、はい、まあ、何度も言ってますが、普及、まだ完全に対応されてはいませんが、コンバーターはあるので、まあ、そういうのを使っていくファイルかなと。で、実際どんな見た目かというと、まあ、こんな感じですね。実際に開いてみましょう。ここで、これですね、画面表示で、フラットファイルで見ることができます。いくつかのこう表っぽくなってる部分があると思うんですけども、こうそれをこうシャープというかハッシュというか、このマークで区切ってるみたいな感じになってます。まあそんな感じですね。で、まあ、どんな文法かって言いますと、アンダーバーで始まる文字列が、ここにはこういうことが書いてあるよっていうのを定義してある表のヘッダーのようなものですね。で、データの区切りはですね、文字列の区切りは1文字以上の空白が続くとそこに区切りがあるということになっています。で、開業を、このデータフォーマットは開業は空白と同じとみなします。ちょっと変わった方法ですね。で、もし空白を含む文字列を定義したい場合とかいう場合は、まあ、ダブルクォーテーションかシングルクォーテーションで囲むと。で、開業をもし含ませたい場合は、セミコロンをちょっと特殊な方法で使うと、開業を含む文字列も入れることができます。で、先ほどの例だとですね、アミノ酸配列とかが開業を含んで書いてありますので、こうセミコロンで始まってセミコロンで終わるというふうになってますね。そういう入れ方をします。で、ずっとこのデータを見ていくと、もうあるところから同じような表が、同じようなこう行が続く表にダーッとなるんですが、ここがさっきと同じようにアトムですね、原子座標が、書き込まれている場所です。で、どういう情報が入っているかといいますと、まあ、全部の情報が入っているんですが、主に原子座標ですね、原子の種類の、どんな原子であるとか、どんなアミノ酸に所属しているとか、あとは XYZ 座標です。で、立体構造なので、分子なので、いろんな階層構造があるわけですね。で、一個一個の座標は原子、粒々一個一個なんですが、それがどんな分子に含まれている、あるいはどんな残基に含まれているか、で、その残基はどんなポリマーに含まれているか、で、どんな複合体を形成するのか、どんな結晶になっているかですね、階層構造があります。で、分子っていうところで、ここで、まあ、枝分かれもあるわけですね。ポリマーである場合とモノマーである場合で、その扱う情報が違ったりします。ポリマーだとはアミノ酸配列だとか、由来する生物種とかの情報も持ちますし、で、そのあと種類の数とか分子の数とかも無制限なんですね。だからややこしいです。で、種類の数と分子の数が違ったりすることがあります。1種類のタンパク質が10本入っているかもしれないし、3種類のタンパク質が1個は2本、残りは1本ずつかもしれないですし、そういうのの関係もややこしくなります。で、データ全体に紐づいている情報も、例えばデータのタイトルだとかキーワードとか、データ全体に紐づいてますし、だから非常に複雑な表が必要なわけですね。このデータを全部します。ああ、そうです。あと文献情報もあります。文献情報も階層的になってて、ジャーナルは1種類でもその著者の名前がたくさんあったりしますし、で、ややこしい関係になってます。で、ここで、なので PDB では関係モデル、リレーショナルモデルという、データのしまい方に基づいた方法で情報を扱ってます。で、これその SQL とかそういうの詳しい人はもう常識かもしれないですが、多くの方はご存じないと思うんで、ちょっと軽く説明しますと、まあ人物のデータベースを作ろうと考えたとします。で、例えば氏名は1人につき1つとなるんですが、電話番号は複数あったりしますよね、ということで、表を作る場合にですね、ちゃんと全部正確に入れたいと。で、1つのセルに2つとか3つとか電話番号を入れたくないなと思うと、どうするかっていうと、電話番号の表と氏名の表を別々で作って、この番号はこういう ID の人のものだよっていうのを結びつけるわけですね。だから、表がいっぱいあって、表の中に ID がいっぱい入っているという、そういう
風になるというのがその関係モデルですけれども、で実際にその PDB のデータもそういうふうになってます。これですね、表みたいなところに数字がバンバン入ってるんですが、それが多くが ID になってて、他の表にここを見てねっていう、ちょっとパッといい例が浮かばないんです。そういう、まあ細かい話、そういう関係で、情報をしまっています。でそのどういった情報が入っているかっていうのは、それもきちんと定義してありまして、PDBX ディクショナリーというウェブサイトがあります。そこに、実はですね、500種類ぐらいだったかな、500種類ぐらいの、テーブルの、情報がありまして、それがそのテーブルの中にさらにいろんなカラムが入れられますので、何千という種類の情報の種類があるんですが、それが全部書いてある。のがこの辞書ですね。で、とても一個一個説明できないんですが、シフ形式ではですね、データのキー名とでどういうデータが入ってますというそのキーになる名前は、カテゴリー名、ピリオド、アイテム名というふうに記述しています。でカテゴリー名っていうのがその SQL でいうところのテーブルですね。でアイテム名というところがSQL でいうところの、カラムに相当すると思うと、分かりやすいんじゃないかと思います。あ、ちょっとごめんなさい、ここ書くの忘れてましたね。500種類ぐらいのカテゴリーが登録されています。すいません、書きかけでした。はい、もう50分ですね。ちょっと補足、つけてますが、これ僕自身が作っているデータベースの宣伝なので、ちょっと今日はもう飛ばしちゃいますが、そのこんなことを頑張ってますっていうのと、こう、よろずみっていうウェブサイトを作ってるのでよろしくねっていう、面影検索っていうのも作ってますんでよろしくねっていう話ですね。とあとよく質問されるのに答え、こんなことがやりたいんですっていうことの答えの多くがこのホムコスっていう、モデリングサーバーになりますので、アミノ酸配列から複合体、どういう複合体が登録されているのか知りたいとか、そういう方は多分このページが、このサービスが、答えになるんじゃないかと思うので、つけています。でホムコスの使い方とかですね、先ほどのよろずみとかの使い方も何度か講習会で、やってますので、過去の講習会の資料ですね、 PDBJ でも公開しているので、ぜひそういうのを見ていただけたら、はい、より詳しい説明があると思いますので、詳しくはそちらを見てください。